皆さんこんにちは。私、現役お笑いタレント兼接客日本一コンサルタントの大島和也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。もう一度拍手を。ありがとうございます。さあ今日はですね、接客日本一の法則と題しまして、誰でも簡単にお客様をファンにする接客方法を皆様にお伝えしたいと思います。ではどうやったらお客様をファンにすることができるのか。それは接客で作ることができるんです。ただですね、ただこう普通にマニュアル通り接客をしているだけではファンはできないんですね。お客様の印象に残らないんですね。じゃあどうやったらお客様の印象に残りファンにすることができるのか。それはこちら、接客の武器を作るんです。接客の武器、これを作るとお客様ファンになります。要は自分の接客は丸々接客だと言えるような特徴のある接客をしてみてはいかがでしょうか。で、私がやっている接客はリアクション接客というものをやっております。これどういう接客かというと、とにかく顔をフルに使ってお客様とコミュニケーションを取っていくんですね。例えば、お客様と話してて何かこう驚いたことがあったら、そうなんですか、目を見開いてリアクションを取るんですね。また商品説明するとき、このヒレカツがめちゃくちゃ柔らかくて、もう口入れたらスーってなくなるんですよ。もはや顔で説明してるんですね。顔で。ただこの接客のおかげで覚えてもらい、ファンになってもらい、ある一部のお客様から私こんなあだ名で呼ばれております。それがこちらです。とんかつの顔芸くん。ね、とんかつの顔芸くんね、あだ名にしては若干長いななんてね、ちょっと思うんですけどもね。だからみんなね、とんかつの顔芸くんとか、あ、顔芸くんとかね、おいとんかつとかね、おいとんかつに関しては若干悪口ですけど、なんかね、そんな感じありますけど、でも皆さんに覚えてもらってるんです。ファンになってもらってるんです。愛されているんですね。これが僕の接客です。大島オリジナル接客。